東海リラ、どうやら体制完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。先行争いですが、大曽、鶴丸としみに好スタートを切りました。しかし変えます。まず内をついて2番のラジフラワー飛ばしていきました。中をついては磯のルーブル、そしてその中をついてテイエムリズム、テイエムリズムが先頭です。その外を回った磯のルーブル、2頭の先行争いで1馬身のリード。3番テラスイは固まって、外をついてはミルフォードスルーが3番手、その内を回って6番ナスの星城が加わりました。あと1馬身差、5番手には外を回ったミルフォードスルー控えています。1馬身差、内からポートマリア、最内を回ってラディシュラワー後位、その外を回ってビアジュビーが追走。1馬身差、谷のメッセージが行きました。その内を回ってフレンチパッサー、あと1馬身差、5枠2頭ですが、外を回って一気にレッツビギン、5枠2頭懸命にスカーレットブーケ、スピード天山が追走して、その外から鶴丸としみ、後方からはラッキーセレナーデ、遅れまして町の小町、あとは半馬身から1馬身ぐらい差がついて、3、4コーナー中間地点で最後方は東海リラ、3、4コーナー中間地点では前2頭が飛ばしています。内を回って磯のルーブルか、その外を回った夏の星城か、2頭リードが3馬身ぐらい、3番手からはミルフォードスルーが徐々に接近で、第4コーナーカーブ池垣の向こうから直線コースを見えてくる、前2頭リードが詰まってまいりました。しかし先頭は磯のルーブル、磯のルーブルが先頭です。そしてオーストちょっと膨れ加減はレッツビギンが馬場の6分ところまで膨れました。中をついて懸命に谷のメッセージが突っ込んできた、谷のメッセージステージが突っ込んできた。先頭は8番の磯のルーブル、 200m をこれから通過する。3馬身のリード、そして谷のメッセージ、その外から豪快に追い込んできた10番のスカーレットブーケ、スカーレットブーケ 100m で2番手に仕上がるか、2番手は競り合い、先頭は磯のルーブル4馬身ぐらいリード、ゴーリン2着には10番スカーレットブーケがどうやら捉えたようです。7番の谷のメッセージが3着入線。